どうもパーツ石破です。YouTube ね、これから始めていきたいなと思いまして、いよいよチャンネルをね、こう開設いたしました。番組のタイトルはビジュチューブと申しまして、西洋絵画、日本絵画、彫刻などなど、私がこう、今までこう見てきた中で好きだなっていう作品を紹介していきたいなと思っております。それとですね、稽古場スタジオの方でも収録はしていこうと思ってまして、で、そこに、ゲストをお迎えして、で、トークをしてみたり、もしくはコラボでこうセッションしてみたり、そういった動画もねアップしていきたいなと思っております。まずね、今回はね、1回目ということで、自己紹介をね、したいなと思っております。私は演出振付家というね仕事をしておりまして、そうですね、作品をご紹介させていただきますと、一番古いところですと、インテルのウルトラブックというね、虎が宇宙で踊っている CM をやらせていただいたり、テレビですと、最初はフジテレビのホコタテってあったんですけど、それで機械と対決をしたりとか、日曜日の、夜7時からの、ね、ゴールデンだったんですけれども、それでこう世の世間の、ね、皆様に知っていただけたというね、きっかけの番組でございまして、その後はいろいろ番組は、ね、出させていただいてるんですけど、特に重要なところで言いますと、シャキーンという、ね、NHK E テレ朝の7時、月曜日から金曜日までの番組ございまして、そちらの方で、コーナーを持たせていただいたり、ミュージックビデオの振り付けや、番組のコーナーの中での、振り付けとかね、させていただいて、主にこう映像というかこうテレビの仕事というのはシャキーンさんでこう、ね、学ばせていただいたわけですけれども、ものづくりがやっぱり非常に私好きでございまして、特にこう、クリエイターとしての活動をメインにしてきたのですけれども、例えば CM ですと、最近ので言いますと、ポケモン GO の CM やモンスターハンターの CM、サントリーイエモン、徳ちゃんですよ、本木雅弘さん CM 振り付けさせていただいたりとか、午後の紅茶ですとか、そういった皆さん見たことあると思います。そういったCM の振り付けをさせていただいたりとか、例えばコンサート舞台で言いますと、宝塚歌劇団のね、振り付けや講師をさせていただいたり、郷ひろみさんのこう特別コンサートの空間演出とかをね、させていただいたり、本当に非常にこう素晴らしいこうアーティストさん団体のお仕事をこうやらせていただいて、と大変嬉しく思っております。映画ですと、リンク、貞子でおなじみの中田監督、中田監督の作品も振り付けとか演技指導で入らさせていただいて、劇場で、スマホを落としただけなのにとか、そういったね、映画の方もこうやらせていただいております。本当に非常にこうね、大変ありがたく、思っておりますけれども、といった仕事をね、しております。自主公演もね、自分のソロライブでしたりとか、私のパントマイムの生徒さん、男子の生徒さんでね、イベントをしたり、舞台したり、時にはその団体でこうテレビのね仕事をさせていただいたりとか、そういったこともしておりますし、今年のもうそれこそ先月の話なんですけど、片桐仁さんや、エレキコミックさんの所属する、トゥインクルコーポレーションという芸能事務所さんに所属することになりまして、タレントとしてもこれから頑張っていきたいなというふうに思っております。それの一環で、YouTube もね、これからやっていこうと思っておりますので、
皆様どうぞ応援よろしくお願いいたします。チャンネル登録まずは僕1000人を目指しております。おかげさまでおととい開設して、260人70人でしょうかの方が登録していただいて本当にもう嬉しく思っております。で、1000人を一つのこう目安にして、1000人、登録してくださったらこうライブ配信とかもね携帯でできるようなのでそれを目指してライブもやりたいのでねライブ配信したいので頑張っていきたいなと思っております。で、YouTube をこうしていきたいと思いますなんてTwitter とかでもねこうつぶやいてみたらサムネ私作りますとかそういったねお声掛けもいただいたりとかして本当に嬉しく思ってますのでね、これからね一つよろしくお願いいたします。なお私はオンラインサロンもやってましてオンラインサロンも非常にこう盛り上がってますのでこの YouTube とかオンラインサロンとかいろいろこうねつながっていけるといいなと思っております。皆さんもねこれからたくさん、週1でアップできるように、頑張りますので一つよろしくお願いします。パーツ一番ビジューチューブ、ご挨拶でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。